ホームから北持ち。右に線が柏原線、左へカーブするのは大阪線への渡り線。駅南側踏切からホームを見る八木西口駅は奈良県柏原市八木町一丁目にある近畿日本鉄道柏原線の駅である。駅番号は B40。大阪電気軌動うねび線の駅としての開業当初は八木駅を名乗ったが、その後、 同じ大器の手で建設された新線の八木線延伸に伴う両線交差地点への新駅設置により八木西口駅に改称した。この際、新たに設置された駅の同一、駅構内扱いとされたことにより、営業場の扱いにおいて他の駅にはない特例が生ずることとなった。旅客営業場は大和八木駅と同一駅扱いであり、営業キロは設定されていない。 運賃は、大和八木駅発着と同額である。大和八木駅を発着、または経由する乗車券類を所持していれば、当駅に乗車、下車できる。なお、当駅と大和八木駅間のみを乗車する場合は、初乗り運賃の乗車券で乗車できる。当駅は急行停車駅であるが、かつては、運賃表、時刻表や、発車表に駅名が記載されていなかった。また、 以前は当駅で購入した乗車券は、八木西口駅発行でありながら初駅が、大和八木と印字されていたが、2020年現在は、八木西口と印字されている。八木西口駅うねび五両前駅間の奈良県立以下、大学附属病院付近に計画されている新駅の設置の条件として、近鉄側は当駅の廃止を主張している。柏原市は2020年4月、 当駅を移設する案、当駅を存続させた上で新駅を設置する案、新駅を建設しない案の3案を比較検討する業務を公募した業者に委託することとした。このうち当たり駅を存続させた上で新駅を設置する案については、2021年に両駅を併存させないことで、奈良県、柏原市、近鉄の3社が合意に至ってため、取り下げられている。 相対式ホーム2面2線の地上駅で、駅舎は地下式、ホーム有校長は6両分ある、改札口は2箇所、エレベーター2機を備える。この駅の北側で、柏原線から左に分岐して、大阪線につながる単線の連絡線がある。これは、旧八木線時代の名残で、用地は、複線分あり、当初の大阪線だった線路を単線化して、連絡線としたものである。 現在は、この連絡線経由での定期営業列車はなく、改装列車や団体貸切列車が、時折通過するほか、奈良線、南大阪線、京阪な線系統の車両が、定期検査などで、ご移動研修車庫へ改装する際のルートにもなっている。また、ホームのやや、柏原神宮前よりに逆方向の上下渡り線がある。近鉄が実施する乗降人員調査では、 当駅の乗降人員は、大和八木駅に含めて集計されており、当駅単独の乗降人員は公式には公表されていない。報道によれば、1日の利用者数は約5000人である。柏原市役所大和八木駅と当駅の間は、徒歩で約5分程度の距離であり、駅税券はおおむね重複している。ありがとうございます。